おはようございます。よろしくお願いします。岩井さんが求めたのあの企画と。ありがとうございます。すごいなんか意味もなんか柔らかくなった。あ、そうです。いいっすね、この口に。めちゃくちゃいいっすね。このまま使えるようになったんですね。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。いい感じです。後ろの方とか。はい。です。で、2人でちょっと可愛いねっていうぐらい喋り方似合うみたいな感じですかね。はい、いい感じです。うん。どうしたらその僕が岩井さんの方にこう興味がある感じだとどうですかね。いい感じです。はい。はい、お願いします。いい感じです。いい感じです。で、お互い似合うぐらい、はい、素敵です。うん、もう少し猫を上げていただいて、はい、うん、いい感じです。じゃあお互い見合って、ちょっといろんなところをこう撫でてみたり、一回自由演技でやってみましょうか。はい、うん、素敵です。ちょっと驚いてるというか、なんか猫が変なことして入ります。喜びになるはい、という感じです。じゃあちょっと皆さんがお昼寝してて、いたずらをしに来た猫みたいな感じで行ってみたんですか。猫じゃん。虫みたいに来たかと思った。はい、じゃあ笑顔でお願いいたします。よし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 ぐらいの感じです。はい、はい、いい感じです。もう一回。いい感じです。あ、いい感じ。いい感じ。奥野木さんの演技ですね。乗った。用意スタート。ちょっと回っちゃう。回っちゃうのかな。押さえててもらって。そうそうそう。はい。得意なやつだ。得意なやつ。定番化してきているので、すいません。ありがとうございます。せーの、どうあったって割とうまい。はい、カット。いいですね。じゃあ猫の真似です。いきます、よーい、スタート。にゃーにゃー。はい、ですね。じゃあにゃー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 みたいな、ちょっとこう連続してもいいですか。そのままいきます、よーい、スタート。にゃ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 はい、カットです。ちょっと入りすぎですね。もう気持ち逃がすぐらい難しいけど。で、ごめん、これリファレンスダッシュじゃない、比較で。ピコンピコンちゃんピコンちゃんピコン。帰るでしょ。帰る。
人の表情も。はい、じゃあ笑顔を埋めて、で向き合うとどうですかね。はい、うん、いい感じ、うん、はい、はい、はい、確認します。はい、じゃあチェックします。早い、怖いのね、もうね。早いもん。はい、はい、本日は調理場になります。お疲れ様でした。ありがとうございました。楽しかったですよね。楽しかった、うん、もうなんかもう慣れたもんで、うん、まあそのアイドリング的なね、うん、こともなく、うん、なんかそういう空気感になれますよね。そうですね、うん、すぐに慣、うん、れますよねとか言ってなってねえじゃん。全然なってない距離が一つも縮まってない人の急になんかね喋り始めるとこんな感じになっちゃうけど、結構不思議な撮影でしたよね、うん、シュールな、うん、そう、なんかこう猫を撫でたりとか、もう猫にスリスリしたりとか、なんかそういう感じでね、二人で撮影してたんですけどもね、うん、でもどうでしたか。その僕はもう最後はもう本当に猫みたいにね思っていましたね、うん、本当に可愛いななんて思って、うん、ああもうなんか連れて帰ろうかななんてね、うん、思ったりもしましたけど、どうでしたか。そうですね、でもこういうのって不思議で、はい、なんかすごく愛情が湧いてくるというか、うん、最後一緒に遊んだじゃないですか、猫じゃらし。遊んだね。あれとかやっぱすごいいい、かけがえのない時間になりました、ね、急になんか最後だけ嘘っぽくなる、うん、でもなんかすごい可愛らしかったですよ、この猫のね、うん、形がまず可愛いですからね。可愛い、うん、もうちょっとあの背中の方撫でてくださいなんて。そう、首とかね、本当にこの本当になんかちゃんと猫としてるんだなっていうような指示でしたね、うんうんうん、それが素晴らしい。いやでもなんか思いますよ、こうね、そのさえりちゃんがね、他のテレビとかね、あの CM とか出てると、いやなんかうちの嫁出てんなみたいな感じですよ。うん、いやでもこれ不思議な感覚ですよね、うん、本当に私も思います、うん、あの某大会に出られた時に、うん、やっぱこう呼ばれてわって言ったじゃないですか、うん、あの時にほらね見たらうちの旦那やりますからってやっぱ思っちゃいますよね。なるほどね、うん、あポンって感じで、そうそう、行けって一番最初の背中背中バーンって叩くみたいな、うん、行ってらっしゃいみたいな感じで、行ってらっしゃいみたいになりましたね気持ち的には。うん、なんかねそういうツイッターでもねつぶやいてくれてましたけど、うん、いや心強いなっていうふうには思ってましたね僕はね、うん、いまだに、うん、あの岩井さんの、うん、うん、がエロいっていうことばっかりすごい言ってるよね。そう、うん、ずっとそれが一番言われる、壁ベース絡みで なんか美味しいのとかより言われる。あ、そうですか。いやそうか、俺あんまりなんか意識してなかったんだけど、やっぱ自然と出ちゃうもんだね、うん、エロキャラでした。あ、そうなのね、うん、いや、 やっぱりそうですね、言われますよ、なんかよく、なんかやっぱこのね、ほっこりした CM じゃないですか。いやだからなんかこうね、ご年配の方とかにも、うん、なんかあの CM いいねなんていう風に言われたりとか、うん、あとなんかこうね、このさりちゃんのお兄ちゃんのオズワルドのね、伊藤くんが、まあその飲み会とかで一緒になったりするんですけど、その時にサイリーは渡しませんよって、すごいなんかお兄ちゃん感をね、いやダサいダサい感じできましたね。僕のものですからねみたいな、僕の妹ですからみたいな感じでね、うん、言ってくるんで、いよいよやっぱ現実味をね帯びてきてますよね、この夫婦感確かに、うん、僕あのこれね、前にサントリーさんに、はい、この試作というか僕のなんかこう誕生日用にこのキャップをいただいたんですよ、これなんかプロトタイプみたいなやつを、うん、その時なんてすごいんだと、うん、こんな思いも浮かばなかったと、
キャップが猫の形になってるっていうのでめちゃくちゃ大事にしてるの。それがねやっぱこうやって皆さんの手に渡るようになって、いやこれはもうめちゃくちゃ流行るんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね、うん、しかも僕がねもらった時より改良されてて、キャップにかぶせるようなキャップのキャップみたいな感じだったんですけど、これはやっぱりこのまま注げるっていうことでね、うんうん、すごいなんか使いやすくなってるなと思いましたね、うんうん、これねあの最初にもらったキャップよりちょっと可愛くなってるというか、このねフォルムが丸くなってんのよ。耳が尖ってたんだけど、このちょっと丸みを帯びたフォルムになってるのがまた可愛くなってますね。一番思い浮かぶのはこのサリちゃんにね、これちょっとなんか僕が言い過ぎてもううるさいみたいな感じになって、うん、もうガツンと怒られた後猫の方に行って、うん、サリちゃんが怖いんだよっていう感じだと思う。飯の時間をすごいきっちりきっちりと言ってきそうとか、うん、なんかこのこう毛並みをこういう風になんかやらないととか言ってきそうで、うん、少しめんどくさそう。サリちゃんそれ魚でしちゃったら毛抜けちゃうじゃん。ね、季節の変わり目なんだからほらこう毛落ちちゃってんじゃん、これこういうのがあるとさまたなんかちょっともうしつこいってなりそう。いやよくぞと、やっぱ僕が好きだっていうのはやっぱ知ってくれてたのかな、うん、カフェベースと猫の相性が一番いいって僕は思ってますからね、うん、猫も言ってましたしね猫自身もカフェベースとの相性が一番いいよって、うん、なんでやっぱりね、うん、こういう猫のキャップ、この猫猫キャップ、うん、これもやっぱりねめちゃくちゃ可愛いんで、こういうねあのさりげないこの猫ね、素晴らしいんだと思いますね、うん、うーん、まあ猫としたいことというか猫が僕としたいことしてあげたいなっていうね、うん、向こうの願いをやっぱ叶えてあげたいなっていう、本当に猫ちゃんが本当に今日一日楽しかったって思えるようなね日にしてあげたいですね、うん、猫っていろんなところに隠れてますからやっぱりね、うんうん、もう家の中でもね本当に見つからない時ありますから、猫を探すような気持ちでねあのお店で探してもらえればっていうふうに思います、うん、確かワクワクしますね、うん、そうすると、うん、猫探してる時どこなんて言って探してる時は可愛いじゃないですか、うん、そうするとでも猫ちゃんなんて言うと出てきてくれる時ありますから、うん、お店で呼んでみたらいいんじゃないかっていうふうにやっぱ思いますよね、うん、思いますね、猫ちゃんって探してるムービーとか見たい、カフェベースちゃんなんて言ってね、うん、で出てきてくれますから出てくる、うん